イーグルス先発は辛島、立ち上がりゼロで終えて2回のピッチングです。でこの回先頭バッターの角中レフトへのヒットで、その後井口がライトの前へ、一塁ランナースタートを切っていまして、これで三塁一塁、まあ、ロッテが連打で先制のチャンスを使います。ノーアウトランナー三塁一塁、鈴木大地はツーボールからでした。でこれがライトに犠牲フライ、三塁ランナー角中が帰って、2回の表千葉ロッテマリーンズが1点を先制しました。その千葉ロッテマリーンズ先発は若い二木、3年目のこのピッチャー、まだプロに入って勝ちがありません。その二木からこの回島がヒットで、トップに帰って岡島、いい当たりでしたけれどもショートライナーで、この後2番ひじりさはショートゴロ、まあ、この回ランナーを出したんですけれども、まあ、進めることができませんでした。1対0と千葉ロッテマリーンズリードでゲームは6回です。でこの回ピンチを招いて、ベテランの井口を招き迎えます。で井口がここでレフトの左へ2点タイムリーツーベース、まあ、これで6回の表千葉ロッテマリーンズ2点を追加、3対0とリードを広げます。まあ、結局先発唐島はこの6回まで、7回からはこの2番手古川がマウンドに上がりました。でマリーンズその古川を攻めて、でこの回細谷にタイムリーが出て、これで追加点。でこの後コントロールに苦しんだ古川、満塁のピンチ、鈴木大地にタイムリーを許します。でまあ、その前押し出しのフォアボールもあって、この回4点を失った古川、これで7対0とロッテがリードを広げました。さて先発の二木です。まあ、ここまでゼロを並べて、そして、まあ、これ8回です。でこの試合初めての長打島に許すんですけれども、ゲーム途中出場のオコエを三振、まあ、この回も1本が出ず、ゼロを並べて9回まで行きます。さあその9回です。プロ初勝利に向けて先頭バッター銀次を取ってワンアウトから、ゲーム途中出場の福田レフトへヒット、そして阿部も続きます。この試合初めての連打、ワンアウトランナー三塁一塁で茂木がセンターへ、でこれが犠牲フライになって9回の裏1点を返します。まあ、二木のプロ初完封はお預けということになりました。まあ、しかし最後のバッターゴームズを空振り三振で取ってゲームセット。まあ、3年目二木がプロ初勝利、まあ、それを完投でマークしたという今日のゲーム、7対1でロッテが勝利を収めて、首位攻防の第1ラウンドは千葉ロッテマリーンズが勝利を収めたという今日のゲームになりました。完敗という形で終わってしまいました。そうですね。はい、唐島もあの6回ですかね。あそこでワンアウトを取った後、デスパイネをワンボールツーストライクと追い込みながらのフォアボールと、あそこからですね、角中のヒット井口というね、非常にあの追い込みながらね、ちょっとこう逆風でしたからね、あのそんなに長打ないと思ってね、勝負してくれたらよかったんですけどね、少しやっぱ警戒しすぎたところからちょっと傷口が広がったかなというふうに思いますけどね。先発唐島投手、もう一言お願いしたいんですが、あの悪いなりにといいますか、粘りのピッチングは見せたと思うんですが、監督はいかがですか。まあ、そうですね、まあ、ゲーム自体はあの5回までしっかり作ってくれましたんでね、あの6回はそこがもったいなかったということでね、あのそれなりのあのことはできたなというふうに思いますけどもね。はい、